皆さんこんにちは、すずです。今回は火星へお連れします。現在人類は小惑星の衝突や気候変動、人口の爆発などたくさんの問題を抱えていて、いずれは地球に住むことができなくなるかもしれません。そこで現在、世界中の研究機関や企業が火星移住に向けて様々なチャレンジを行っています。いつの日か私たちの第二のふるさととなるかもしれない火星。そこは一体どんな場所なのでしょうか。それでは早速火星へと向かいましょう。太陽系の惑星は太陽を中心に水星、金星、地球が並んでいますが、火星は地球の外側を回っています。地球から火星までの距離は近くて6000万キロメートル、遠くて4億キロメートルにもなります。時速300キロメートルの新幹線でも早くて22年かかるくらいの距離です。地球と比べると小さく、半径は1/2、質量は10分の1しかありません。こちらは2016年ハッブル宇宙望遠鏡が撮影したものです。火星から8000万キロメートル離れた場所から撮影されました。地球と火星がこの位置関係にある時です。太陽、地球、火星が一直線に並びます。地球から見ると火星が太陽に完全に照らされているため、発光し、とても芸術的に見えます。真ん中に大きく広がるオレンジ色が印象的ですが、ここはアラビアテラという広大な高地です。火星といえば赤色というイメージがありますが、それは表面が赤っぽい土や岩で覆われているからです。土や岩が赤っぽくなっているのは、酸化鉄、いわゆる赤錆を多く含んでいるためです。火星は地球と同じく岩石でできた惑星ですが、成分の違いや地形の影響により、ところどころが黒っぽい模様となっています。右端にある大きな暗い領域は、ダイシルチスという標高の低い平原です。写真では濃い水色が広がっていますが、これは昼下がりの雲がダイシルチスを覆っているためです。他にも全体的に水色のもやのようなものが火星を覆っていますが、これは雲です。それでは火星へ着陸していきましょう。今回は火星探査車パーサビアランスが見た景色をご紹介します。2020年7月30日に打ち上げられ、約半年をかけて火星へと向かいました。2021年2月18日、火星の大気圏に時速2万キロメートルで突入。火星の大気は地球の170分の1しかなく、とても薄いですが、パーサビアランスの速度を低下させるには十分な量です。速度を低下させたことによって摩擦熱が発生し、パーサビアランスの熱シールドの表面は1300度にまで上昇します。そして大気圏突入から4分後、パラシュートを開き着陸体勢に入ります。こちらは着陸時の実際の映像です。赤サビを含んだ大地をじっくりと見ることができます。着陸から18時間後にはこのような音声も録音しました。マイクが中に収納されていたので、貝殻に耳を当てた時のような、耳を手で覆った時のような、少しこもった音に聞こえます。着陸から2日後、2021年2月20日には
360度を見渡せる画像が撮影されました。ゴツゴツとした大地がどこまでも広がっています。見渡す限りここにいるのはパーサビアランスただ一人。孤独を感じるような画像です。後ろで流れているのは同じ日にパーサビアランスが録音した火星の音です。側面についているマイクが録音しました。風の音とパーサビアランス本体のジーという音が聞こえます。上を見上げると火星の空は赤っぽく、そして濁っているように見えます。空が赤っぽく見えるのはダストと呼ばれる砂ぼこりが舞い上がっているのが原因です。太陽光は波長の短い青い光から波長の長い赤い光まで様々な色の光が合わさってできています。青色の光は空気などの小さい分子によって散乱され、赤色の光はダストなどの大きな粒子によって散乱されるという特徴があります。そのため大気が薄くてダストが多く漂う火星では赤色の光が散乱されて空が赤っぽく見えているのです。反対に空気の多い地球では青色が散乱されるので空は青く見えます。しかし夕方になると一転、赤色だった空は青色になります。昼は赤、夕方は青、ちょうど地球の空と逆です。こちらは火星探査車キュリオシティが撮影した火星の夕方です。空が青色に見えます。これは太陽の光の差し込む角度が原因です。夕方になると太陽の光は横から届き、大気中を進む距離が長くなります。すると赤い光が散らばりきってしまい、青い光だけが残るので、このような色に見えるのです。さらにこの画像には雲を通して輝く太陽光線も映り込んでいます。1月にはこのような画像も撮影されていました。羽のような形をした雲が映されています。太陽光に照らされた雲は虹のように場所によって色が変化しています。先ほど太陽光は粒子のサイズによって散乱される色が変わるとお話ししましたが、これは雲の粒子のサイズがそれぞれの部分で変化していることを意味しています。この画像からは雲がどのように進化しているか、時間とともに粒子のサイズがどのように変化しているかを調べることができます。また空が濁っているように見えるのも砂ぼこり、ダストが原因です。ダストは常に大気中に存在していて、時に砂嵐を起こすこともあります。こちらは2018年の6月から9月にわたって同じ場所を撮影したものです。大規模な砂嵐が発生し、みるみるうちに霞み、最終的には目の前が真っ赤になってしまいました。この砂嵐を火星の上空から見るとこのように見えます。火星探査機バイキング2号が撮影しました。 1400km の範囲を映しています。もくもくとした大規模な砂嵐に覆われているのがわかります。こちらはさらに遠くから撮影したものです。左が2001年6月下旬、右が2001年7月の様子です。6月下旬には南極付近ですでに砂嵐が発生していますが、まだまだ火星の一部分で、大部分で地表の様子を確認することができます。しかし数週間後、7月になると火星すべてが完全に砂嵐で覆われてしまいました。この時の砂嵐は
高度 60km にまで広がっていたと考えられています。この画像でもわかるように、ほとんどの砂嵐は巨大な平原から始まります。発生した砂嵐は数時間で大きく発達し、数日から1週間程度で火星全体を完全に覆います。また太陽の熱で火星の表面の温度が上がると、地表で温められた大気が砂を舞い上げてつむじ風を起こすことがあります。それがこちら、2012年に撮影されたつむじ風の様子です。細い竜巻のようなものが移動しています。地上のあちこちをさまよう様子が、獲物を探す砂の悪魔のようだということで、ダストデビルと呼ばれています。この時のダストデビルはなんと高さ 20km、 対して幅はサッカー場の4分の3程度しかありませんでした。ダストデビルは地球でも砂漠などの乾燥した場所で発生することがあります。ただ大きさは火星のものと比べると随分と小さなものです。こちらは一般的なダストデビルの大きさを表したものです。左から地球のダストデビル、地球の竜巻、火星のダストデビル、標高8000メートルのヒマラヤ山脈を表しています。奥に見えるのは火星のオリンポス山、標高は約21,900メートル、22キロです。太陽系で最も高い山として知られています。先ほどご紹介したダストデビルは高さ20キロメートルでしたので、火星のオリンポス山のあたりにまで到達していたことになります。こちらもダストデビルを撮影したものです。ダストデビルがさまよっている様子を確認することができます。先ほど太陽の熱で火星の表面が温められるとダストデビルが発生するとお話ししましたが、実際の火星は冬は平均マイナス90度、夏は0度という極寒の世界であり、寒暖差の激しい過酷な環境です。こちらは春から冬にかけて1年間の火星の気候をシミュレーションで表したものです。春から夏へ向かうにつれて北極の白い部分が小さくなり、南極の方が大きくなります。また秋になると北極に黄色い砂嵐が発生し、やがて火星全体を包み込み、冬の間には消滅していく様子が表されています。南極と北極にある白い部分は極寒と呼ばれています。これは二酸化炭素が凍って固体となったドライアイスです。火星の大気は 95% が二酸化炭素、その二酸化炭素が冬になると固体になって1ミリほどの厚さの氷の層を作るのです。またこの下には水の氷があると考えられています。こちらは北極の極寒を上から撮影したものです。幅は 1000km、 白いドライアイスが渦巻き模様を作るように引き裂かれていますが、これは引き裂かれている部分に深い谷があるためです。中央右側には特に大きな亀裂が入っていますが、ここにはカツマ・ボレアレという深い谷が存在しています。長さはグランドキャニオンとほぼ同じ 500km、 深さについてはグランドキャニオンよりも深く、最大 2km にもなります。反対にこちらは南極の春の様子です。春になると太陽の熱によってドライアイスが温められて気体になります。地球ならば春になると雪や氷は溶けて流れ出しますが、火星の場合いきなり気体になるのです。黒いもやのようなものは砂や塵の混ざった二酸化炭素のガスです。
勢いよく噴き出しています。火星はこのように谷や極寒など様々な景色を見せてくれます。火星の表面はどのようになっているのでしょうか。詳しく見ていきましょう。まずは赤道に沿って東西に伸びるマリナー峡谷へと向かいます。長さ 4000km、 深さ 7km、 幅は最大で 200km という太陽系最大規模の峡谷です。グランドキャニオンは長さ 446km、 深さ 6km、 幅は最大で 29km ですので、それよりもはるかに大きい峡谷となります。こちらは NASA が作成したアニメーションで、まるで火星の空を飛んでいるような視点で見ることができます。それでは出発しましょう。先ほどご紹介したダストデビルが至る所で渦を巻いています。また地面にできている穴のようなものは隕石の衝突などでできたクレーターです。火星のクレーターは数十万個にも上ると考えられています。最近では2023年1月に火星にぶつかった隕石の姿が撮影されました。大きさは約30センチメートル、鉄ニッケルからできていると考えられています。ちなみに2022年12月にはかわいいクレーターも撮影されています。まるでクマの顔のようです。これはクレーターが埋もれてしまったもので、クマの鼻と口の部分は丘であると考えられています。さらに2022年9月には隕石が火星に衝突した音も発表されました。隕石が火星の大気圏に入り、粉々に爆発、そして表面に衝突した時の音です。バーンという音が鳴った後に、海の中のような水のような音が聞こえたと思います。なんだか不思議な音ですが、これは録音された場所に関係していると言います。衝突現場の近くであればバーンという音で終わりますが、今回は離れた場所だったので、最初に低音が聞こえて、その後に爆発音、最後にバラバラになる音が聞こえたと考えられています。話が逸れてしまいましたが、火星の上空飛行に戻ります。ダストデビルにぶつからないように間を縫って進んでいきます。すると大きなマリナー峡谷が見えてきました。風で砂ぼこりが舞い上がってきています。マリナー峡谷にロサンゼルスを当てはめると、すっぽりと収まってしまうくらいの大きさです。峡谷の谷の部分、西に目を向けると地滑りの跡を確認できます。またそれによってできた岩の山脈と小さな峡谷を見ることができます。マリナー峡谷を進んでいきますが、その形は川のようにくねくねとしています。ここがマリナー峡谷で最も広い部分です。砂ぼこりや堆積物、岩石の層が何層にもわたってできています。火星の全体についてはこのようになっています。それぞれの場所がどのくらいの標高なのか、色を分けて表しています。青色っぽくなるほど低く、明るい色になるほど標高は高くなります。北側の地形は全体的に南側よりも3キロから6キロメートルほど低いのが特徴です。かつての火星には深さ 1.6 キロメートル、
地表の2割を覆う海があったと考えられています。場所は北半球。こちらは海があった時代に存在したであろう海岸線を書き込んだものです。赤紫、白、水色で書かれた線が海岸線です。そしてこちらがかつての海の想像図です。左が40億年前、右が36億年前です。大昔、火星の火山活動が活発だった頃、火山ガスによって今よりも多くの大気が火星には存在していました。その大気の温室効果のおかげで温度も高く、北半球には豊富な海が存在していました。もしかするとこの中に何らかの生命が存在していたかもしれません。しかし、これら海のほとんどは30億年前までに氷となって地下に取り込まれてしまったと考えられています。これは大気が少なくなったことが原因です。それまで活発だった火山活動も終わりを迎え、新たなガスを放つことができなくなりました。すると火星の重力が小さいため、大気は逃げ出して次第に薄くなり、気温も下がり、水は凍りついて火星の地下に閉じ込められたと考えられています。その他の場所を見てみると、背の高い火山は同じような場所に固まり、その周辺の標高も高くなっています。右の画像にある濃い青色になっている部分はヘラス平原です。もともとはクレーターですが、クレーターにしては巨大すぎるため、平原と名付けられています。人類移住の候補先として研究が進められている火星。そこは地下に氷があったり、冬には雪が降ることもあると考えられています。もしかしたら過去には生命が生まれていたかもしれないと考えると、とてもワクワクします。ただ、常に砂ぼこりが舞っていたり、ダストデビルが移動していることを考えると、過酷な環境だな、とも思います。またこちらは、火星から撮影した地球の様子です。月も地球のすぐ下に映されています。宇宙にあるどの星よりも明るく輝き、心なしか青色っぽく見えるような気もします。地球と火星、二つは近そうで遠い惑星なのかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いと思ってくださった方は、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。